ここをクマが通ってる。嘘、本物の五右衛門風呂だ。今夜は鹿が食える、そしてクマも食える。おはようございます。本日は台風が連れてきた大雨のためラフティングは中止です。さて何をしましょう。作戦会議開始。8月9日なんと外の気温は15度。先週まで30度あったというのに、よりによって僕たちが来た日 15.9 度まで下がりました。そして外は大雨、ラフティングツアーが中止になってしまうほどの大雨。地元の超美味しいヨーグルトがこれ、デーデーポッポ。デーデーポッポ、牛飼い屋さんが作っている激新鮮なヨーグルト、マジでうめえ。デーデーポッポ。カタ帰ってきた。お昼ご飯食べて外に出たら晴れてた、超ラッキー。ということで村に戻ろう。村に戻る前にさ、夏空みたいな大草原に行くよ。行こうよ、それいいね。この辺はクマが出るそうです。気をつけて走行します。マジか。私たちは一体どこへ向かってるんだ。逃げられた。どうして。お茶屋に戻ってきました。これから夜のバーベキューの準備をしたいと思います。それにしてものどかな田舎に僕たちはいます。後ろは山です。鹿が来ます。これさ、古橋牧場、この辺にさ、この石ここにはまってたの。うん、こういうのもさ、うん、クマがね、ここ通った時マジで理解して下のアリのアリンコ食ったりしてるんだ。ここをクマが通ってる、うん、一回だけみたいだけどね。それでも痕跡をしっかり残してったんだね。向こうの山から降りてきたのかな。まさかね、ここまで通ると思わなかった。古橋さん家は近所にクマが住んでいます。勝手に入ってくるので困るそうです。すげえ、くにちゃん家の庭めっちゃ広い。なにこれ、ザクロ？これ赤いのは？うん。赤いのはね、カーラント。カーラント。えっ！あ、そう。あ！やって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 。みんな手つないで。ああ、手つないで。大丈夫？いいの？一回しかやんないよ。一回しかやんないよ。一度いないよ。母ちゃん手つないで。みんなで仲良くなろうぜ。だっせーな。それではお願いします。3、2、1。うわー。へい、触ってみる。ぽっちゃんがやばいじゃん。これ熱いんだよね。熱くないよ。どうなの？どんな感じ？触ってみなよ。ピリ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 って感じ。やってみねえ、やってみねえ。葵さん、ピリピリ。ちょっと泥燃えて、ほんとだよ。黒いのは、カシス。まだちょっと早いかな。
どうですか？まだだ。まだです。このやつまだだ。残念。これなんか一番色が濃そうな気がしたな。食べてみて。うん、どう？あ、まあ。起きた。え、種食べた？これ。大丈夫？じゃあ、3、2、1、ゴー！さっきあげる？どうなの？酸っぱい。酸っぱい。父ちゃんもやってみな。これがアクセル。これをさ、ビューンって回す。こっちでスピード調節。バーン。毎年じゃないね。パンツ一丁満です。ねえ、これさ、こっちも触れない。違う。あ、かっこいい。ここまで飛んできた。じゃあ、次これやる？なるほどね。はい。おぉよく見てて。はい、一発勝負。真剣です。ちょっと手が短いです。はい。陸奥延命流、無空派。わー！おー！惜しい。一発で行きたい。躊躇したな。三日月。あれ三日月の正直。静か、静か先生、お手本。三日月。うまーさすがさすがはい、こんな感じです。あ、それいいんじゃない？それ硬そうじゃない？おー気持ちよく割れた。いぶきかっこよかったよ、これ割ったの。もやってみなよ。ねえ。パパ行って空振りしたら面白い。おあ、いた？今から3年前、友人の家が台風による氾濫で水没しました。その時にボランティアでこの家の復旧に来ました。今は川の子ラフティングの本部として生き返ってます。川の子ラフティング、お邪魔してみましょう。ちょっと電気が、うわぁ、ナイス。まさか俺たちここで一緒に暮らしていたとは。これはね、昔から福ちゃん家にあったんだよ。どこ？ここ。川に向かってブランコはお最高じゃん。ホエモンブロあった？よし、見せてもらおう。うわーすごい。こんなところにあります。なかなかなロケーションでしょう、ここ。うん、マジで？すげー。今日ね、昨日降ってるので川の水めっちゃ濁ってますが、いつもはすごいクリアな綺麗な川なんです。僕の友人はすごいところに住んでいます。もうここに通って20年になります。いいところに友達住んでてよかった、超ラッキー俺。さて、それでは五右衛門風呂をチェックアウト。川の子ラフティングはですね、ラフティング上がった後、冷えた体を温めるために五右衛門風呂があるそうです。すごい。嘘、俺の想像をはるかに超えた。本物の五右衛門風呂だ、これやばい。やばい、これ。お風呂に入りながら川を眺めることができない。すごいよこれ。なんと薪で沸かしています。超本格的な五右衛門風呂、もちろん自家製です。よし、みんな五右衛門風呂入ろうぜ。おい、風呂入るぞ。風呂全員で、男3人で入るよ。私もみんなさんと俺らこれさ、一応あ
と、これ左巻き前歯。ほんとだ。え、どれ？何？左巻き前歯。左巻き前歯。珍しいの、左巻きって。へぇー。Here we go! よし、じゃあみんなで五右衛門風呂入ってみましょう。てん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 人が作った人です。お風呂を作りました。イエーイ。ハンドメイドですよ。オールハンドメイド。俺人生初の五右衛門風呂。あ、俺も人生初だよ。23、今夜はバーベキューナイト。元気いっぱい頑張ってください。宴じゃ宴じゃ。あ、そう、あとね、静かからね、鹿、うん、やら熊やら。熊手にいるの？手に入った。熊食うんだって。今夜は鹿が食える、そしてクマも食える。うー、贅沢バーベキュー。そしてついに投入されました、エゾシカ。フレッシュなシカです。小鳥さん、シカを食べますよ。シカ、ヘビーゴ。なんとクマの肉を食すことになりました。すげえ。北海道に来るとクマが食えます。クマを食った後、僕たちは冷静にいることはできるのでしょうか。あ、フライパンでやるのね。しかも俺たちの野生が目覚めちゃうかもしれないね、久しぶりに。クマの肉が今焼かれております。ほんと？イエーイ。よーし。やばい、静かの中の眠れるクマが今夜目覚めるかもしれない。やばいぞこれは。なにこれ、おいしい。本日は8月9日。私たちは8月9日に薪ストーブに出会いました。実はストーブが欲しいぐらい寒いです。それが北海道です。T シャツなんかではなかなかいられません。気温を見てみましょう。14.9 度です。8月とは思えない。の夏休みです。Dude, that father is 10 and permed.